イスラエル国防軍イスラエル国防軍の歴史イスラエル国防軍の歴史について解説する。イスラエル国防軍は民兵組織のハガナーを前身とし第一次中東戦争中の1948年に設立された。数字にわたる全面戦争と多数の小規模紛争を経験している。現代においてはイスラエル陸軍。 イスラエル航空宇宙軍、イスラエル海軍の3軍を要し、核兵器の保有が確実視されている。またイスラエルは、軍所属を含め強力な情報機関を有し、軍事作戦に必要な情報収集を行っている。第一次世界大戦後、イギリスイニ民等治療パレスチナへのユダヤ人移民の増加に伴い、現地アラブ人とユダヤ人居住者との間での衝突も増加した。 これに対して1920年にユダヤ人の民兵組織であるハガナーが組織されている。1930年代に入ると反ユダヤ主義を掲げるドイツのナチス政権の成立に伴い欧州を脱出するユダヤ人が増加、パレスチナへの移民も増加した。統治者のイギリスは地域安定のためアラブ寄りの政策を取ったために反英武装闘争組織として 1937年にエッツェルが1940年にはレヒが組織化されている。相対的に恩恵であった。ハガナーはイギリス軍の指導を受けており、特別や戦隊やパルマッハといった常備軍事組織化を進めていた。ハガナーの辞任は1939年頃には約2000名を要していた。ユダヤ人コミュニティの政治指導者たちは、 1930年代を通じて、これら武装勢力の存在を認識していたが、これを用いて、地域の統治が確立できるとはまだ考えていなかった。第二次世界大戦中の1944年5月には、ナチスに対抗するために、イギリス陸軍内に、ユダヤ人旅団が編成されている。 5000人以上のユダヤ人が志願し、軍事訓練を受け、イタリア戦線に投入された。第二次世界大戦後も、パレスチナにおけるユダヤ人の立場は不安定であった。イギリスはユダヤ人移民を制限していたため、ユダヤ人側は反発し、イギリスに対し、ハガナーも含めて、軍や施設への襲撃など、武装闘争が活発化した。 1946年7月22日には、イギリス移民統治当局及び軍司令部が所在していた、エルサレムのキングデービッドホテルがエツェルによって爆破されたキングデービッドホテル爆破事件が発生し、91人が死亡している。1947年11月29日に国際連合が、イギリス移民統治領パレスチナのユダヤ人国家、 アラブ人国家分割案を決議すると、特にアラブ側の反発が大きく、ユダヤ人、アラブ人の双方とも、テロ攻撃も用いた、武力衝突へと発展した。イギリス軍は、これを制圧する意思を持たず、内戦状況を、ほぼ放置するに任せ、衝突に関与せず1948年前半に、パレスチナより撤退する計画であった。ロッド空港における、 イスラエル軍装甲者イギリス軍撤退に伴う委任統治の終了を見越し、ユダヤ・アラブ双方の武力衝突が続き、アラブ側は各地から義勇兵を集めて、アラブ解放軍などの武装組織が確立されていった。これに対し、ユダヤ側も、ハガナーが1948年4月より、ダーレット計画としてアラブ住民の追い出しにかかった。また、 デールやシン事件やハダサー医療従事者、虐殺事件など双方による虐殺事件も起きた。特にデールやシン事件は、統治在住アラブ人に大きな恐怖感を与え、パレスチナからの脱出、難民の発生が始まった。1948年5月14日に委任統治が終了し、ユダヤ国民評議会はイスラエル独立宣言を行った。同日中に、 トランスヨルダンシリアエジプトレバノンイラクの周辺アラブ5カ国は戦争宣言を行い、翌日にはパレスチナ領内へと侵攻を開始した。アラブ側の投入兵力は約4万人、ユダヤ側は総兵力約4万5千人打ち、機動兵力は1万5千人足らずであった。ユダヤ側は戦車、中華機を許さず、小銃約1万5千丁のほか。 軽迫撃砲程度の装備であった。ユダヤ側は委任統治の終了とともにアラブ側と全面戦争になることを理解しており、兵器の入手に努めていた。戦争前に色仕掛けでイギリス軍より戦車を騙し取ったりしたほか、戦争開始後は欧米より積極的に中古兵器の購入を行った。イスラエル国防軍の設立は、 第一次中東戦争勃発後のことであった。1948年5月26日に臨時政府政令4号により、徴兵や国防軍設立指示がなされている。これは、国防大臣の下に、ユダヤ人各武装勢力を集結、統合させることを求めていた。最大武装勢力であった、ハガナーを基盤に指揮系統等が再編され、5月31日より、 国防軍として実働開始した。ただし、この時点でエツェルやレヒはこれに反対し、国防軍に加わっていない。アラブ側は5月28日にエルサレム旧市街を陥落させると、はじめは優勢に進行を進めていたが、イスラエル側は下、過方戦車のみならず、戦闘機まで購入し、前線へと投入した。こうした中、国際連合は、 和平圧戦のため、両勢力に停戦を要請、6月11日より一時停戦となった。イスラエルはこの期間を利用して、兵力の再編や兵器輸入、武装強化に努めた。そして、6月20日にアルタレナ号事件が発生している。これは、エツェルが調達した武器輸送船であり、義勇兵や火砲などを搭載し、フランスを出港。 6月20日にイスラエルの海岸に到着した。国防軍は兵器の引き渡しを求め、エツェルと衝突、交戦した。アルタレナ号は炎上、沈没し、双方に死傷者が出たほか、エツェル構成員は拘束された。ただし、この事件によりイスラエルは国防軍として武装勢力の指揮系統統一を概ね成し遂げたこととなった。6月27日には、 将校の中世先生も開始されている。この時点では国防大臣の職証も明確にされておらず、内閣の軍に対する法的根拠も整備されていなかった。一時停戦期間終了後、指揮系統の再編され、軍備も増強されたイスラエル軍は次第に攻勢に転じ、アラブ軍を撃破、一時は市内半島にも進行した。 1948年2月23日に休戦となり、イスラエルは第一次中東戦争に勝利を収めた。戦争終結時には不評及び気候からなる12個両団を有していた。1949年7月までに参戦各国と停戦協定が結ばれ、第一次中東戦争は終結したが、イスラエルの安全保障状況は不安定であり、 イスラエル軍の軍備増強は続けられた。重火器のほか、気候兵力や航空兵力を中心に増強が続けられた。この時期の不評洋火器は FN フルや国内開発の宇治短期間銃であった。イスラエル軍はアラブ人とのテロなど不正規戦争を継続しており、そのために第101部隊を有していた。第101部隊は後に首相となるアリエル・シャロンが、 引いており、テロに対する報復のために、イスラエル領域外で行動を行っている。1953年10月のキビアムラ、虐殺事件の後、101部隊は廃止され、シャロンを指揮官とした空挺大隊が編成された。また、国民開兵のため、社会組織としての軍は、市民のルツボとなり、移民ユダヤ人と既存在住者のユダヤ人との圧力を軽減した。 ミトラ峠をパトロールするイスラエル軍兵士1956年7月26日にエジプトはスエズ運河の国有化を宣言した。これに反発したイギリス・フランス両国は軍事介入を決断し運河の利権を回復するためスエズ侵攻を検討した。エジプトの隣国であるイスラエルも両国へ協力する方針を取りフランスから軍事援助を受けることができた。 a イナス1 3戦車250両が援助されたほか、援助の7 5ト、mm、ル対戦車砲を搭載した M50 スーパーシャーマン50両も整備された。これらにより装備が強化されたイスラエル軍は1956年10月29日に10個旅団の兵力でもって市内半島への進攻を開始した。イスラエル軍は 市内半島のミトラ峠及びエルトールへの空手降下を行い、エジプト軍の後方連絡船を遮断、地上部隊の迅速な進撃を支援した。市内半島へは、北部、中部、南部の3つの進行ルートを用い、各所でエジプト軍を撃破した。10月31日からは、イギリス軍、フランス軍も軍事介入を開始し、エジプト軍への攻撃を開始している。 11月5日は、イギリス軍、フランス軍が、ポートサイドなどへの空手降下を行い、運河周辺地区を占領。それまでに、イスラエル軍は、市内半島を横断し、そのほぼ全域を確保している。ガザ地区も11月2日からの進行で占領していた。また、10月31日には、エジプト海軍の駆逐艦がハイファへ艦砲射撃を行っているが、 イスラエル軍の反撃より撃破され、降伏している。11月8日に停戦となり、イギリス軍、フランス軍は1956年12月、イスラエル軍は1957年3月までに、全占領地から撤退した。戦争後、第一次国際連合緊急軍が、イスラエルエジプト協会に展開し、停戦監視を行うようになった。また、イスラエルは、戦車、 約200両、自走砲、約100両のほか航空機や各種資材多数をエジプトから露隔し、敵軍の戦力評価や、自国の戦力強化に有効に活用された。第二次中東戦争後、ユネフの展開や、エジプトシリア間の対立もあり、一時的に大規模紛争の恐れは減少した。イスラエルは、イギリス・フランス等と、友好関係にあり、 各種兵器の輸入を行っている。イギリスからはセンチュリオン戦車を獲得し、フランスからはミラージュ3戦闘機やボートュール攻撃機、ミサイル、原子力関連技術を獲得している。また、西ドイツから M48 パットン戦車も獲得している。既存兵器も改良が続けられ、105mm 砲搭載の M51 スーパーシャーマンが開発された。 この時期のイスラエル軍のドクトリン面において、オールタンクドクトリンが採用されている。第二次中東戦争において、イスラエル軍戦車部隊は、素早い進撃を見せ、イスラエル軍上層部に、戦車部隊の有効性を示した。このため、砂漠、開きかつ地が多い中東においては、不評部隊による、支援の必要性は少なく、戦車部隊単独による、 機動戦が有効とするオールタンクドクトリンが導かれ、戦車部隊の近代化、増強が行われている。また、1960年2月にはシリア及びエジプトとの間にロテム危機が勃発した。撃墜された機体を調べるイスラエル軍1960年代後半に入ると、アラブ諸国はイスラエルに対し再び強硬姿勢を見せるようになった。 1967年5月にエジプトは国連緊急軍を撤収させ、シナイ半島に兵力を集結、チラン海峡の封鎖を行った。ヨルダンやシリアもこれに同調しており、アラブ側によるイスラエルへの総攻撃の可能性があり得た。イスラエルは先制攻撃により、この事態を打開することにし、6月5日朝より奇襲攻撃を開始した。イスラエル空軍は、 エジプト、ヨルダン、シリア、イラクの航空基地を奇襲攻撃し、アラブ側軍用機を地上に手撃破、海戦壁等より航空優先を獲得した。イスラエル陸軍は3個機候師団を主力に、シナイ半島へと進行、当地に配置されていたエジプト軍7個師団を撃破した。6月8日には、スエズ運河まで到達し、シナイ半島全域を確保した。 ヨルダン川西岸地区にはヨルダン軍急行旅団が配置されていた。イスラエル軍の地上侵攻によりヨルダン軍は撃破され8日までにエルサレム級市街も含めヨルダン川西岸地区全域がイスラエルの支配下となった。エジプトヨルダンとも6月8日に停戦に至っている。シリアと対峙しているゴラン高原においては開戦後も小競り合いのみであったが 6月9日より、イスラエル軍が攻勢を開始し、同地を確保するに至った。シリアとは6月10日に停戦している。イスラエルは、この戦争の干渉により、多数の軍需物資を得、軍事的にも、一定の戦略的重心も確保できた。第3次中東戦争が停戦に至った後も、イスラエル周辺は安定化に至らず、消耗戦争と呼ばれる。 エジプト軍との小規模な衝突が散発する状態に移行した。イスラエル軍は占領地からの撤退を行っておらず、スエズ運河の東岸を占拠していた。エジプト軍は運河越えの砲撃を繰り返し実施し、イスラエル軍もエジプト領内の爆撃及び特殊部隊による潜入攻撃を行った。1967年10月21日には、 エジプト海軍のミサイル艇が艦隊艦ミサイルを持ちイスラエル海軍駆逐艦にエーラートを撃沈している。イスラエルは防御を強化するため1969年よりスエズウンガ島岸に固定防御陣地のバーレブラインを建設を開始これは1971年に完成している。エジプトとの衝突は1970年頃には下火になったが この他にもパレスチナ解放機構など、パレスチナゲリラによる攻撃があり、それに対して、ヨルダン領やレバノン領などへの報復攻撃を実施している。また、フランスが政策を転換し、イスラエルへの武器金融政策を取るようになったため、イスラエルは、兵器の国産化と既存兵器の改良に拍車をかけている。軍用機では、ミラージュ号国産化したね、シェルの生産が開始され、 改良型のクフィルも開発された。戦車も同様にメルカバの開発が開始されている。さらに1969年12月にはフランスからは発注後の政策転換により引き渡しがなされなかったミサイル艇を脱取している。このような経緯もあり、イスラエルは軍事面においてアメリカとの関係をより強めることとなる。 スウェズ運河を逆途化するイスラエル軍の M48、マガフ参戦者。1973年10月6日、ユダヤ歴で最も神聖な日、ヨムキプールでもあったこの日、エジプトとシリアがイスラエルに奇襲攻撃をかけ、第4次中東戦争が勃発した。シナイ運河については、エジプト軍は10個師団の兵力でもって、 砲兵の援護下に渡過作戦を実施、小規模な損害で、バーレブラインを突破し、運河東岸を確保した。イスラエル軍は、パーレブラインの後方に即時反撃、機動防御用の3個気候旅団を用意していた。これは、直ちに前線に投入され、6日から7日にかけての、戦闘において、エジプト軍の QM14、マリュート化対戦車ミサイルや、 RPG-7 追戦車ロケットをはじめとする、多種多様な対戦車火器の攻撃に遭い、多数の戦車を失い撃退された。また、エジプト軍は、S-75 や 2K-12、クープ SA-6 地対空ミサイル、ジュ -23 から4、シルカ対空自走砲などによる濃密な、防空防衛網を形成し、運河上空の制空権をイスラエルに渡さず、 イスラエル空軍機は有効な航空支援を行うことができないまま大きな損害を受けた。10月8から9日には増援として到着した2個師団によるイスラエル軍の攻勢が行われたが、指揮系統の混乱などが重なって失敗した。ご覧高原方面では、シリア軍5個師団の攻勢に対し、イスラエル軍第36機攻師団所属の 第7機攻旅団と第188機攻旅団が防御に当たった。イスラエル軍は一時押し込まれ、ニコ旅団とも壊滅寸前まで消耗したが、10月8日頃からニコ師団の増援を受けて攻勢に転じ、10月11日からは第3次中東戦争停戦ラインを越えてシリアへの逆進行を開始した。これ以降、停戦までに東へ、 約2 0トル前進している。10月14日には、シリア軍の支援のために、エジプト軍も市内半島中部への前進を開始した。しかし、このエジプト軍の構成は、アメリカ合衆国からの緊急援助を受け、強化再編されたイスラエル軍4個師団に迎え撃たれている。これを契機に反抗に転じたイスラエル軍は、10月15日に、 中国農場の戦いにおいて、またもエジプト軍に打撃を与えた。結果、アリエル・シャローに率いる第143機構旅団は戦線を突破し、10月16日にスエズ運河を逆とか、運河西岸よりスエズ市及びエジプト第三軍を包囲するに至った。地中海においては、参戦各国のミサイル艇による海戦が行われており、10月6日には、 ラタキア沖海戦が発生し、シリア海軍艇3隻が撃沈されている。戦争中に、エジプトシリア海軍艦艇は19隻が撃沈され、エーラート号の教訓を踏まえて、電子戦能力を強化したイスラル軍艦艇に、損害は生じなかった。国連の介入により10月24日に停戦となり、各軍は兵力を引き離し、撤退している。 アメリカ合衆国からの軍事援助が強化され、小銃も国産の IMI ガリルに加え M16 の大量装備が開始された。戦車も1979年に国産のメルカバの配備が開始された。航空戦力についても1977年には F-15、1980年には F-16 の導入が開始されている。 1976年には、エールフランス139便のハイジャック事件に対し、ウガンダへ、軍特殊部隊を派遣、実力を持って、人質を奪還している。1981年には、核兵器製造の恐れから、イラクのオシラク原子炉を爆撃している。政治面では、1979年に、エジプトイスラエル平和条約が締結され、 市内半島から撤退した。レバノン内戦に乗じ、1981年より、レバノン南部を拠点とした PLO によるイスラエル北部への越境攻撃が開始された。さらに、1982年6月3日には、中イギリス大使がアラブ勢力によって襲撃されて、重傷を負う事件も発生した。 この事態を受け、レバノンのキリスト教徒勢力からも支援要請があったことも名目に加え、レバノン南部における PLO 排除のため、レバノンへの侵攻を決断した。ガリラヤの平和作戦と呼称された侵攻作戦は、6個死団相当の戦力でもって開始された。新型のメルカバ戦車も投入されたほか、イスラエル空軍は介入してきたシリア軍機を撃墜し、 航空優勢を獲得した。迅速な進撃により、6月13日には、レバノンの首都ベイルートを包囲するに至っている。この攻撃を受けて、PLO は8月30日までに、ベイルートから脱出した。1982年9月14日に、レバノンの新大統領であるジャマイエルが爆殺されると、 レバノンのキリスト教徒民兵は報復として、パレスチナ難民キャンプを襲撃、虐殺を行った。イスラエル軍はこれに直接加担しなかったが、防止しなかったために、責任を問われアリエルシャロンが国防省を解任されている。また、レバノン南部の情勢も安定化しなかったために、イスラエル軍は2000年まで駐留を続けることとなった。1987年、 第三次中東戦争以来イスラエルの占領地となっているガザ地区においてパレスチナ人がイスラエル軍によって殺害死亡する事件が発生した。これを契機にパレスチナ人による暴動が発生し治安ージに当たるイスラエル軍兵士に対し投石や火炎瓶の投擲を行った。この事件は インティファーダと呼ばれ、イスラエル・パレスチナの双方に多数の死傷者が発生した。1991年の湾岸戦争に際して、イラクはスカッドミサイルにより、イスラエルへ攻撃を行った。アラブ諸国も参加している、多国籍軍への配慮及びアメリカ合衆国からの迎撃用パトリオットミサイルの供与により、 市民に負傷者は出たものの、イスラエルはイラクへの反撃を行わなかった。アメリカ合衆国は、戦争中にスカッドの探索、破壊に注力したほか、戦後は軍事援助を強化している。1993年にオスロ合意が調印され、1994年にはパレスチナ自治政府が発足した。 ガザ地区及びヨルダン川西岸地区の一部は、イスラエル軍のほか、パレスチナ自治政府も、治安維持を行うようになり、インティファーダは鎮静化した。しかし、パレスチナは兵衛推進ははかどらず、ガザ地区では強硬派のハマスが勢力を、伸長させるようになった。イスラエルでも、アリエル・シャロンが、パレスチナ側に対し、挑発的な姿勢を見せたこともあり、2000年9月より、 第二次インティファーダとして、パレスチナ住民とイスラエル軍の衝突が再開された。2001年2月にアリエル・シャロンがイスラエル首相に就任すると、パレスチナへの攻勢が強められた。パレスチナへの攻勢が治安回復に至らないこともあり、シャロンは2004年にガザ地区撤退計画を発表を。2005年8月から9月にかけて、計画は実施され、 入植者及びイスラエル軍はガザ地区より撤退した。レバノンから撤退行動中のイスラエル軍イスラエル軍は2000年にレバノン南部から撤退していたが2001年よりヒズボラによるレバノンからの越境攻撃も開始されていた。2006年に入り国境審判を含めて 攻撃は激化し、イスラエルはヒズボラを無力化するため、レバノンへの地上部隊による侵攻を決断した。ヒズボラによる7月12日の攻撃に対応して、13日には空軍によるレバノン領内への爆撃が開始されていたが、22日に地上部隊もレバノン領内へと入った。しかし、ロシア製対戦車ミサイルで武装したヒズボラは、比較的強力であり、 イスラエル軍は苦戦し、レバノン市民や国際連合レバノン暫定中流軍にも犠牲者が出たことから他国籍軍の進駐と入れ替わり、10月1日までにレバノンから撤退した。炎上するガザ地区2006年1月のパレスチナ自治区における選挙において、ハマスが第一党の地位を獲得すると、イスラエルとパレスチナの関係は緊張状態に入った。 6月9日にイスラエル軍のミサイルがガザ地区に着弾し、住民に死傷者が生じると、ハマスは停戦の破棄を宣言。衝突が再開され、双方に死傷者が生じ、6月25日にはイスラエル軍兵士が拉致される事件も発生した。イスラエル軍はレバノン侵攻と並行してガザ地区攻撃作戦を実施していたが、 停戦により2006年11月にガザ地区より撤退した。イスラエル軍はガザ地区の封鎖を継続してきており、2008年11月には停戦も失効した。ハマスがイスラエルへの越境攻撃を増加させたこともあり、12月27日より、イスラエル軍はガザ地区のハマスへの全面的な攻撃を開始した。航空攻撃に引き続き、 2009年に1月3日からは地上部隊の進行も開始した。イスラエル軍は1月20日までに撤退したものの、その後も小規模な衝突は続いた。2011年からのシリア内戦に際して長年対立してきたシリアやシリア領内でアサド政権を支援するイラン系勢力に対して数百回の空爆を行ったことを公式に認めている。 内戦勃発前の2007年には、シリアの核施設を空爆で破壊している。ありがとうございます。